シリペロチャンネル新部一覧募集中、あとみしりです。2023年も夏なんですけど、動画一本も上げてなくてごめんなさい。オナニーに明け暮れてました、ごめんなさい。ということで、反省の意を込めて今日の動画は水着です。みんなの好きな脇が見えるかも。童貞のみんなが一生行くことのないラブホテルのルームツアーをしたいと思います。スケベのみんなのためにシリが頑張ってルームツアーするので、最後まで全裸で正座して見てってね。スタート。貝殻ベッド見て、穴開いてる。こんな可愛いラブホでも殴り合いの喧嘩するんだね。チョコレートが壁中に。はい、ソファードーナツ型の座布団がいっぱい。これで地の人も安心してラブホに来れますね。バリアフリーな作りになってるんだね。めちゃくちゃ可愛い。モザイクになっちゃうかな。勃起力を高める錠剤まで売ってます。これは絶対に電マが入ってる。何これ、電マの先につけるおもちゃ専用の使い捨てカバーみたいな。めっちゃ衛生的。これ電話だったりする？え、電話なんだけど、かわいい。このベッドさ、ちょっとバックだとぶつかっちゃうよね、頭。ちょっと実践しようかな。じゃあお風呂ですね。露天風呂です。え、見えてない、これ。え、丸見えでは。むしろ実はお風呂がもう一個あるみたいです。かわいいね、ハートのバスタブ。チョコレート、そうなんです。ここのお風呂、なんとえ、なんてチョコっていうよりさ、醤油？チョコレートだよね。え、醤油じゃん。チョコレート風呂、たまりました。なんかお湯入れたら薄まって黒っぽくないかなって思ったんですけど、さすが醤油、めちゃくちゃ黒いです。まだ動画をお待たせしてすいませんっていう動画なので、反省の気持ちを込めて全身チョコレートまみれになりたいと思います。もしこの湯船が結構サラサラであんまりかわいそうな感じにならなかったら困るので、今走って買ってきました、チョコレート。これも足したいと思います。
から